おはようございます。今日の、コーヒーですね、小さな初恋、はい、キリマンベースのブレンドとなっております。朝の格言、今日の格言、まあ格言というよりはもうこの辺に関してはもうあの格言ですらないという感じはしますが、秋は数値化が可能である。焙煎で、夏から秋に、突然切り替わるような部分というのが あるんですが、その辺のことをちょっと語ってみようかと。はい、今日の玉木ですね、インドネシアアソートメント、これはですね、マンデリンですね、マンデリン、インドネシアのコーヒーの、今と昔、つまり、今時と、昔ながらのマンデリンの、セットとなっております。はい、それでは行ってみましょう。はい、ヤフーの広告はいいですね。素直に、消えてくれてね。はい、まず穴を掘ります。はい、お湯の用意を、します。ドリップポットを温めるだけのためにお湯を入れるわけですから、ここの量は あんまり多く入れる必要はないですね。まあできれば多く入れた方がいいんでしょうが、まあとりあえず、ドリップポットにお湯を入れた時に95度以上に到達してれば大体 OK だと考えております。はい、そして本ちゃんのお湯を入れます。はい、ドリップポットに、お湯を入れて、95度以上になっているので OK という感じですね。はい、それではお湯の用意できました。はい、蒸らしですね、真ん中にお湯さします。で、落ち始めたら周りにかけていきます。濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分ですね。基本境界部分よりも外にかけるのがポイントとなります。はい、蒸らしに入りますね。今日も蒸らしは1分10秒でいきます。今日の、格言、秋は数値化できる、数値化が可能である。ちょうど今テスト焙煎とかなんかやってて、グラフを見てるんですけど、代表が夏から秋に切り替わった時は ここだというふうに、
叫びましてですね、叫びましてということではないですけど、見つけましてですね、こう言われてみるとこの排気の雰囲気が全然変わるという部分がありまして、その排気の部分の全然変わったこの、潮目みたいなものをですね、じっくりと、グラフの中で調べていけば、これもしかしたら、秋というのを見つける、手段になるんじゃないかというのを、今思ってましてですね、はい、蒸らし、1分10そこの部分をこう突き詰めていけば、いわゆる、秋だとか、あと、まあ、冬が終わって春になる時だとか、こう焙煎が大きく変化する部分があるんですけど、その大きく変化する部分がいつであるか、もっと言うと、何月何日に起きたんだっていうのがこう見えてくるんじゃないか。特に今ちょうど、今年に入ってからのデータの、取り方はずっと同じスタイルでデータを取ってるので、1年こう丸々こう使うことによって、データの、精度が上がってくるんですね。だからその精度が上がってくる部分でいうと、そこの中に、秋はここだという部分の、マークを打っといて、その前後の、データをじっくりとこう調べていくとですね、これは夏と秋、これが気温ではないんだなというのは、つまり、気温とか湿度とか、あと気圧だとか、そこら辺のこの関係で、秋と、表現する状態になるんじゃないかというふうにちょっと、目論んでるっていうか見ているわけなんですよ。だからそこら辺がですね、解明できたらすごく面白いなというふうに、この頃ちょっと思っとるわけですね。結構そこら辺がしっかりと、見つけられたらちょっと、自慢になるんじゃないかとは思うのですが、まあ多分、そこら辺に関しては僕よりは代表の方がグラフを見る力とか、データをこう執念深く見る力というのがあるので、多分代表の方が見つけるだろうかだろうなというふうには思っておりますね。まあ、だからそこら辺がこう数値化できてくると、何が起こせるかというと、もう焙煎のこう細かい部分を、まあある意味なんつうんですかね、こう今だとどうしてもテスト焙煎であでもないこうでもないの時間がものすごく費やされるわけですが、その部分の一つ一つが減らせるんじゃないかと。つまりもうこれで秋になったから、秋になったとしたらデータとしてはこっちの方へ流れていくはずであるみたいな感じが見えてくれば、焙煎のなんつうんですかね、この短縮、本焙煎に持ってくるまでの時間の短縮ができるんじゃないかというふうに、この頃は思っております。まあそんなこんなで言うと、今日の、秋は数値化可能であるという格言でも何でもなく、ただ単に、もうメモみたいなもんですよね。ただメモみたいなものっていうとメモみたいなものですが、ちょっとそこら辺がこう解明できるとすごく、面白いなという、なんか、
なんつうんですかね、新しいことを発見したぞというなんか雰囲気が出るなという感じはしますね。はい、はい、抽出終了。はい、薄めます。はい、代表コーヒー入りました。はい、小さな初恋です。あ、この間ね、酸味出てたじゃないですか。うん、出てた、うん、今日はいいですよ。あ、今日はいいですか、うん、小さな初恋でございますね。はい、今日はあれですね、抽出4分35だから、まあどちらかというとこう早い目にこう落とせた感じですよね。甘さが出てる、うん、前酸が出て甘さが欲しいなって言ってたと思うんですけど、うん、甘さが出てますね。一応、代表にお褒めいただきましたね。はい、ちなみに、今日の、秋は数値が可能であるという一応代表のことを語っておきました。はい、はい、あ、何それ、だから早いとここれ見つけてねみたいな感じ。数値化ってさ、うん、もう変わったのは変わるのはつかめるわけじゃないですか、うん、それ数値じゃなくて焙煎方法の仕方の話だよね。まあ最終的にはそこだよね、うん、数値はもう分かってるんですよ。もう言い切っちゃってそれよりも、もうだからそこら辺がね、うん、こうこういう風な条件になったらこれは秋であるみたいな、こうなんかが欲しいじゃないですか。配給が変わったら、いや、まあそうだけどさまあいいや、そこら辺また去年ね、9月ぐらいって言って、うん、9月だったかな、8月、うん、去年でしたっけ、春でしたっけ、あ、変わったよって、ここで変わったっていうことを言ったと思うんですけど、秋じゃなくて春だったで、次秋が どこで変わるかみたいなのが分かればいいなみたいな話をしてたんですけど、それがこの前ですよね、うん、うん、まあ僕毎日結局こう、私なんかは東京にいる時は、うん、完全には焙煎って見切れないんですよ、うんうんうん、数値は見れるけど、音とか、うん、匂いとか、うん、そういうものと確認できないので、うん、完璧ではないんですけど、うん、そういう意味ではその排気の部分の変化の部分っていうのは、うんうん、数値ではまあだいぶ今回は分かったというか、それを毎日やってれば分かることだと思うし、うん、いや毎日やってもね、分からんことは分からんすよ。僕はそこまでね分からんかったっすよ。いや、気にしてるかしてないかだけなので、はい、もうそろそろかなと思って、うん、だけど時期がある程度もう見えてくれば楽ですよね、そこら辺。この辺で変わりそうだなということが分かっててやってれば、あここかみたいに分かりますよね。まあ
そうですね。はい、そのように一応精進いたします。はい。そうだから焙煎方法も、うん、あれなんですけどね、毎日確認していれば対応できていけるはずなと思ってるんですけどね、私は。はい、うん、はい、惰性でやってっちゃいかんですね。はい、反省します。はい。あ、ということで、後半の、玉木宣伝、はい、これでいいですか。はい、いいです。うん、あ、もうなんかサマーギフトというのが心苦しくなってまいりましたが、サマー抜いたらどうですか。ここにこう黒いテープかなんかピュッと貼ってギフトにすればオータムギフトですかね。ああ、オータムギフトにするの。同じ絵で、うん、秋はパナマみたいな、急に言い始めるみたいな。まあ結局ね、このセットの組み合わせって絶対に夏じゃなければ美味しく飲めませんよっていうわけでは実はないんです。あの深入り、うん、ベリベリの深入りはまあ冷たくしても、うん、あったかくしても、あったかくホットで飲んでも美味しく飲めるコーヒーでありますから、うんうん、オールマイティなんですけどね結局。あのまあただ今回はアイスコーヒーとして作ったものですから一応サマーギフトにしておりますが、はい、今から、どなたかにプレゼントしたとしても、季節外れになるものではないので、季節外れになるもので、じゃあこんなあのベリベリのこのシールを秋用にシール別にこれ夏用って感じでもないんですよね。あのまあまあそうですね、うん、ああ合わないですね。用紙の樽の写真となので、うん、大丈夫なんですけどね。はい、パナマも大丈夫ですよ。うん、これわざわざ作ったんですよ。これ玉木オリジナルの、はい、そうですね、ノンタンの、はい、はい、だからこのシールが欲しかったらこれを買うしかないですもんね。はい、はい、まあで、まあ、なんといってもですね、1350円の、はい、パナマ、はい、パナマ1350円します。まあ実質はい500円、ね、ですよね。はい、はい、そうなるんですよねこれね。はい、買えますよっていうお得な、はい、セットとなっております。セットとなっています。はい、はい、このためにコーラ飴もはい残しておりますので、はい、よければよければご注文お待ちしております。はい、それではですね、今日も、テスト焙煎があるので、ここまでにしましょう。